森の宮医療大学は大阪市住の駅南高北一丁目26番16号に本部を置く日本の私立大学である。2007年に設置された。森の宮医療大学は大阪メトロ中央線コスモスクエア駅から徒歩1分の場所にキャンパスを有し、2020年度時点で保健医療学部に7学科を持つ医療系総合大学である。 開学当初は1学部2学科であったが、2011年4月に看護学科が開設し、2016年4月に作業療法学科と臨床検査学科が新たに加わった。同時に専攻科として助産学専攻科も設置されている。また大学院修士課程も有し、2018年4月には保健医療学部に臨床工学科と大学院博士後期課程が、 設置された。2020年4月には、大学院修士家庭看護学専攻、診療放射線技師を育成する、診療放射線学科の新設により現在の一学部、七学科体制となっている。見学の精神、臨床に優れ、かつ豊かな人間性に、裏打ちされた、医療人を育成する学園の精神、生命への愛と意見基本理念、人に寄り添い幸福を恋願う。 学園大学ミッション。私たちは、幅広い知識と高度な専門技術を有し、チーム医療の実践に求められる、豊かな感性と高い倫理観を備えた、専門職医療人を育てます。森の宮医療大学の教育における特徴の一つが、医療系総合大学の環境を活かし行われる、学科間の連携教育である。医療現場で一人の患者さんに対して、 様々なスキルを持つメディカルスタッフたちが連携、共同してアプローチするチーム医療を在学時から身につけることができる。カリキュラムにチーム医療を学べる科目が組み込まれているほか、普段の授業やクラブ活動を通じて、日頃から様々な医療職を目指した学科の学生と交流を持つことができる。卒業生を輩出している看護学科、理学療法学科、 新旧学科の3学科すべて国家試験の合格率は全国平均を上回っており、看護師国家試験、保健師国家試験、理学療法師国家試験、ハリ氏国家試験、旧市国家試験などで実績を有す。森の宮医療大学は医療従事者を育成する観点から喫煙を厳しく制限しており、2013年度にはキャンパス内の完全禁煙を実施し、 2016年10月には、最寄り駅を含めたキャンパスの半径500メートルを、禁煙エリアに、指定、2017年度入学生からは、募集要項に、名記の上、制約書の提出を義務付けている。新旧学科看護学科看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、養護教諭一種免許状、養護教諭二種免許状、 第一種衛生管理者理学療法学科理学、療法士国家試験受験資格作業療法学科作業、療法士国家試験受験資格臨床検査、学科臨床検査技師国家試験受験資格、細胞検査士認定試験受験資格、遺伝子分析科学認定士受験資格、中級バイオ技術者、認定試験受験資格臨床工学科臨床工学、技師国家試験受験資格診療法射線学科、 診療放射線技師、国家試験受験資格付属医療機関関係機関、ありがとうございます。